わし、隣わしのあんちゃんです。はい、アップです。今回はですね、はい、皆さんにお知らせがあってですね、動画にしました。トライ、ついに手洗い洗車を始めました。手洗い洗車はどういうものなのっていうのを、まあ、実際にねご説明したいなと思いまして、動画にしたいと思います、うん。今まではこの、まあ、洗車メニューっていうのはなかったんだよね。そう、今までは1日1台で、テンマリセット洗車とか、トライガラスコーティング、ガラスコーティングも種類ありますけど、そういった長いメニューだけしかやってなかったんですけど、お客様からちょっと問い合わせが結構あって、洗車メニューとか、コーティングのメニュー、オプションとかもいろいろあるじゃないですか、どのコースがいいのか分かりませんっていう方が多かったり、あと通常の手洗い洗車もやってほしいっていう声が結構いただいていたので、手洗い洗車やることになりました。おー、ついにっていうね、トラコの皆さんもいらっしゃると思うんですが、この手洗い洗車って毎日やってくれるんですか？この手洗い洗車は僕が出張でいなかったり、あとまたイベントでいなかったりする日はちょっと予約できないんですけど、うちに直接来てもいないことが多いんです。前日の13時から予約開始になりますので、13時以降予約できるようであれば洗車できる流れとなっております。まずはね、予約サイトをチェックしていただきたいなと思っております、はい。予約サイトは LINE 公式から予約っていうところをボタンを押していただけると予約サイトに飛びます。通常洗車ご予約はこちらっていう部分がありますので、そちらを押していただくと洗車メニューに飛びます。今回新しくできたのは純粋手洗い洗車になりますので、そちらをクリックしていただきたいと思います。当日も30分前、作業の希望する30分前から予約は取れますので、予約していただいたらこちらの施工場に来ていただいて純粋の手洗い洗車を行うっていう形ですね、大体1時間ぐらい。おお、1時間ぐらい。お客様はその1時間どういうふうに過ごせばいいですか？ここから歩いて10分ぐらいのところに三井アウトレットパークがあるので、そこでちょっとお買い物をしていただいてもよろしいですし、ウォッシュプラザのオフィシャルグッズストアで何かちょっとね見ていただいてもいいかなと思います。オフィシャルグッズストアは平日はのみなんですね。平日のみ、土日の場合はアウトレットとか。そう、土日の場合ってアウトレット駐車場代かかるので、まあここに洗車で来ていただければ駐車場代もかからないのかなとも思いますし、この1時間の間は台車をお借りすることはできるんですか？状況によりますね。1台しかないんで、台車使ってる場合はちょっとお貸し出しができないっていうふうにはなりますが、状況によります。はい、こちらですね、車体の大きさによってお値段が違います。はい、小さい軽コンパクトによりだと3300円、普通セダンぐらいだと3600円、大型ミニバン4000円、特大ハイエースワイドだと4700円になります、はい。結構お値段お手頃な感じ、よくある、ガソリンスタンドとかにあるような、洗車屋さんと同じぐらいか、もしくはそれより下かなってぐらいの設計にはしてますね。で、今回のコース名で分かるように純粋手洗い洗車ってことだから、純粋使うんだぞっていうところでね、そう、最初から最後まで純粋で洗いますので、純粋っていうのは何がいいんでしたっけ？純粋は、ズバリ水垢がつかないんですね。水道水だとちょっとカルキとかミネラル分というのが多く含まれてて、乾くとそれが白く水垢、鱗状の水垢とかになってしまう。だから仕上がりも悪いんですよね。で、それをフィルターでろ過したものが純粋で、混じり物がない、ただの水だから乾いても何も残らない、仕上がりもね結構ピカッとするんで、でそれを最初から最後までその水を使って洗車をします。これから暑くなるか、ちょっと自分で洗車するのは嫌だなとか、ちょっと灯台気になってたけど、ちょっとハードル高くてって思われてた方は、ぜひね、お値段もお手頃なので一度ねこちらのコース、試していただけたらなと思います。今までねガラスコーティングトライでやったことあるよって方も多いと思うんですけれども、うちでやられた方は洗車料金なんと 10% オフになりますので、ずっと継続で 10% オフなんですか？その保証期間があるんですよ、うちの、例えば5年のコーティングだったら、その5年の間は 10% オフ、メンテナンスコースっていうのがあるんですよね、まあ、3ヶ月から1年にスパンで来てください、で、あれってどのぐらいで来たらいいのかっていうお客様が多いので、まあ、うちで持ってきていただけると、その水垢の月ぐらいにもよるんですね、そのスパンっていうのは、それも見ることができますし、うちではその水垢がつきにくいコート剤を使ってお渡しするので、そのスパンも
多少長くできるかなとか、まあ、いろんなご提案ができるので、うん、ぜひうちにね持ってきていただければと思います。でもどんな洗車をしてくれるのっていうのを気になる方も多いかなと思ったので、今回ですね後ろのお車を使ってですね1時間みっちりハヤプがこんな風に洗車していくよっていうのをやっていきたいと思いますので、はいはい、皆さんぜひ最後まで見てください。それではレッツトライ。タイヤホイールから、はい、まずは純水ですね。純水につながった高圧洗浄機で、うん、お、これね、すべてのコースは全部トライの商品を使ってやっていくんだよね。あ、そうだね。トライの商品、今回もシャンプーはトライシャンプーを、うん、使用してやっていきます。おお、もちもちだねこれね。そう、でも泡切れいいんだ、結構ねっとり系のシャンプーではない。弱アルカリ性だから油汚れにも強いよ。おお、吸水より洗浄力が高め。ホイールにもね結構相性いいんですよこれ。ホイールはこのスポンジを使ってやっていくんだよね。そうこれね、うん、すっごいいいよ。すごいいい、ホイール用に作った、うんうん、スポンジ。お、もしかしてそれトライの製品なんですか。そうです。おお、スポーク用、ホイールのスポーク用、まあこれちょっとホイールキャップなんだけど、うんうん、時々ね動画とかショートとかで登場するからみんなそれどこのとか気になってる方も多いですけども、いやこれ一回ね使ったことある人とかね、これにみんな似たようなの探すんだけど、うんうん、なかなかね匹敵するようなのがないという、ない、うん、今まで自分用にしか使ってこなかったんでね、うんうん、でもう一個これ、お、芋羊羹。芋羊羹、これはタイヤ洗う用。うーん、タイヤね。あとはこのタイヤハウス、うんうんうん、ちょっと固めなの。使い分けてるんだ。そう、こういうトライの製品もこちらで購入することができますので、うん、実は7月の中旬からあの販売予定なので、ちょっとご検討いただければと思います。はい、それではタイヤのホイール洗浄をやっていきたいと思います。かけまして、はい、スポンジで洗っていくわけですね。このスポンジがねいいんですよ。かなりね水分がね、うん、含むので、うんうん、すすぎながら洗えるわけなんですよね。砂とか洗ってるそばから落としてってくれる、流してくれる。これ一回使えばわかるけど、かなり使いやすいよ。ブラシとか使用したりする方も多いけど、いやブラシもいいんだけどね、うんうんうん、やっぱねスポンジの方がねちゃんとね洗いやすいというか、ナットとかあるとこはこういう、うんうん、使うけど、まあ、なんかこういうキャップなんで、うん、はい、それで次はタイヤを洗っていきます。はい、この芋羊羹で芋羊羹に見えてきた。芋羊羹だよね洗って、はい、タイヤハウスはね、うん、スポンジ一択、マジで洗いやすいから。お、この芋羊羹に芋羊羹になっちゃった。芋羊羹、トライ芋羊羹、トライ酸性をつけてうん、うん、ここ洗えば酸性もいけるから、樹脂とかねこれつけてこう洗うとここ綺麗になるんで、お、いいっすよ。キャップやホイールだったら、はい、こういうので洗って、はい、終わりですね。ホイールの形とか用途に合わせて使用するものを変えて洗う手順とかもちょっと変わってきます、ホイールによって。はい、次流します。はい、今純水だから、うん、水染みつかないんだけど、うん、まあ今こんな感じ、うんうん、最後にコート剤をとりあえずスプラッシュです。お、これほんと簡単でシュッシュッシュッてやんじゃん、うん、したら流すと、もう水弾くわけですよ、うん、これでホイールのコーティング、フッ素のコーティングかかってるんでかなり強いコーティングです。うーん、水と反応して定着するんで。で、あとここね、うんうん、ここも抜けて、弾くね。そうそう、タイヤハウスのコーティングもできますこれで。では、はい、次は何ですか。次はプレウォッシュという工程、うん、
プレウォッシュ、はい、予洗いです。予洗い、傷つかないようにと、うん、細部の砂汚れだったり何なりを先に落としてからミット洗いをする、その工程ですね。ドライシャンプー、フォームガン使えるんで、うんうん、これがプレウォッシュにちょうどいいんですよ。ちょっと弱アルカリ性で洗浄力があるので汚れを浮かしてくれます。はい、はい、じゃあやっていきます。はい、今ちょっと洗剤が効くまでの間、うん、こういうところのスポンジじゃ洗いにくい場所をブラシで落としていきます。こういうとことかね、うん、ミットじゃ届かないような場所をあらかじめ洗っていきます。給油口とか結構汚れる場所なんですけど、うん、ここも一緒に洗ってやるとスッキリしますね。さっきのスポンジ、うん、これまあホイール用と分けてほしいけど、うん、この柔らかいやつ、こういう間、うん、洗うのにもすごい使いやすくて、これちっちゃいからさ、うん、こういうとこもすごい綺麗に、結構ねこれ角が尖ってるから、うん、際までいけるんですよ。うーん、ほんと洗いやすい、こうと大変なんで、うん、こういうスポンジでやってやるとだいぶ楽に。だホイール用とは限らず、うん、何個も持っとくと使いやすいかな。そう、こんな感じで、うん、今じゃあプレウォッシュ終わったんで、うん、ここからミット洗い、はい、すごいねこれね。おー、細かい。もうね、ほぼ取れてます、汚れは。もう、ほぼ取れている。うん。この状態で洗うと、洗車傷が非常につきにくいです。はい。洗っていきます。屋根からね。あとこういう、こういうとこですね、うん、ここも気になる人が多いと思うんですけど、恒例のスポンジで、黒スポンジで、ここも流してやるとかなり気持ちいいですね。こういうとこもそうですね。よいしょ。それで今洗い終わったんで、最後コーティング、ドライスプラッシュ、コート剤として吹き付けながら吹き上げして終了になります。今がちょっと効いてるんですけど、こんな感じ、注い系のがかかってますね。これにドライスプラッシュ、これ基本的にスプラッシュでコーティングして終わりですね。これでフッ素コートがかかるので、はい、これで余剰成分取るとパチパチ、こんな感じのコーティングがかかります。何よりこれスベスベなんでね、こんな感じでコーティングしてお引き渡しですね。ここがこうじゃん最初、うん、スプラッシュをかけて。ちなみにスプラッシュはどのぐらい持つんですか？これまあ、紫外線当たんないとかいろんな状況によるけど、うん、
状況が保管状況が良ければ3ヶ月ぐらい持つんだけど、うんうんうん、多分1ヶ月とかそのぐらいかな、もうちょい持つと思うけど、もしちょっとバチバチしてこなくなったなって言ってまた洗車に来ていただければって感じですね。そうね、1、2ヶ月ってとこかな多分、うん、こう吹きつけるだけでもいいんだけど、うん、で流しちゃえばこんな、でも黒い車とかは、うん、この水で反応した時に、うん、なんて言うんだろう、ムラみたいになりやすいから反応に、うんうん、反応の水の筋ができちゃって、うん、伸ばした方が黒い車とかはねいいんだけど、こうやって伸ばして余剰成分を流すと、このような感じを全体にやっていくと。そう、はい、でお引き渡しですね、これで拭き上げしてしっかり純正だけども、うん、拭き上げも行ってくださるということですね。オプションで窓のねフッ素コートもやってるので、油膜除去とフロント3面、うんうんうん、このフッ素コート、これはちなみにいつ施工したのかしら。1ヶ月ぐらい前かな。1ヶ月前ぐらいでこの持続性耐久性になっていますが、オプションでもつけられると、うん、つけられるんで、これはトライウィンドウリセットとトライウィンドウコートを使って施工していく感じですか。そうだね、油膜を取ってウィンドウコートを施工します。はい、あとタイヤワックスも一応オプション。タイヤワックス、うん、タイヤワックスもねやっぱね塗ってほしい人と塗らなくていいでっていう人に分かれるから、うん、ここもオプションで基本作業では塗らないと。お値段はどの車種でも一緒ですか。どの車種でも一緒です、うん、車内の掃除機がけの内窓拭き、車内消臭の抗菌ミストコートっていうのがあるんですよね、車内清掃も。そうミストでね、うん、エアでバーってもう車内を抗菌コートするのもありますので、それもオプションであります、はい。あと鉄粉減らしっていうのも最後にありましたが、はいはい、鉄粉減らしっていうのはなぜ減らしかっていうと、うん、鉄粉除去剤を使って鉄粉を除去します、うん、ただ鉄粉除去剤っていうのはすごい深く刺さったのは粘土じゃないと取れないのが少しあるんですよ、うんうん、それはちょっと取れないんで鉄粉減らし、でも9割方取れます。鉄粉この車はやった方がいいかなとかちょっとわからない方もいらっしゃると思うんですけども、次の予定とか余裕があれば追加できたり、うん、状態を見ながらっていうのは可能かなと思います。ガラスコーティングしてる車もしてない車も同じ工程になるんですか。そうですね、基本的に全部同じ工程でやってます、はい、はい。純粋の洗車なんですけども、電話で聞いて何日お願いしたいっていうのはできない。まあそれスケジュールによりますけど、うん、まあ、ちょっとそういったのもできるかもしれない。ちょっと本当予定による感じですね。わ、うんうん、かりました。トライの洗車どんなのとか、あとコーティングしたいんだけど、うん、メニューに迷ってますっていう方もぜひぜひ、あとトライでコーティングされた方、車の状態とかも見たいので割引もあるので来ていただければと思います。はい、次回もね面白い動画待ってますので、チャンネル登録もちろんいいねもお願いします、うん、ということで今回は新しいメニューの施工内容の動画になりました、はい、じゃあねー、バイバーイ。